某私立高校のオカルトクラブに所属する学生3人が旅行に行ったまま消息を絶った。3人のうちの1人、佐藤陽子は消息を絶つ前に自分宛に手紙を送っていた。手紙の中身は数枚の写真が入っているだけだったが、内容が普通の旅行写真ではなかった。古ぼけた館の写真と神話世界のモンスターたちが撮られている写真だった。写真を見た陽子の母親はフリーのオカルト記者新藤和也に娘探しを依頼した。依頼を受けた新藤和也は古ぼけた館の写真を手がかりに現地を探した。そこは南ヨーロッパの田舎町で、写真に写っている古ぼけた館が新藤和也の目の前にあった。誰だ貴様。私か。私は運命を司る死神ケル。あなたの持っている赤い石に用があるの。赤い石？そう、あなたの手の中にあるその赤い石よ。それじゃあいただこうかしら。あら、その写真、あなた、あの坊やたちを。彼らのことを知ってるのか。貴様。これ以上私たちの世界に首を突っ込まない方が身のためよ。あなたたちの探してる坊やたちはもうすぐ死ぬ運命なの。死神の私が言うんだから間違いないわ。諦めて帰りなさい。さもないとあなたたちも死ぬことになるわよ。彼らは生きているのか。遅かったか。あなたは。俺か。俺は佐伯雄二、この館の元の住人だ。君たちは。私は新藤和也。こっちは相棒の神谷千里です。今の奴は一体何者なんですか。奴か。奴はケルといって運命を司る死神なんだ。本当に死神なんですか。ああ、俺が追ってる死神兄弟の一人さ。奴の外婚が隠し部屋からなくなってたんで気になって来てみたんだが、遅かったようだな。外婚ってもしかしてあの赤い石のことですか。そう、君たちが持ち出した赤い石のことだ。あの赤い石は奴の魂なんだ。奴ら死神は外敵から身を守るために自分たちの魂を体から取り出し安全な場所に保管する習慣があるんだ。それを隠しておいたんだが。そうなんですか。そうとは知らずに勝手に持ち出して申し訳ないことをしました。気にすることはない。また探せばいいんだから。ところで、この館に何の用があるんだ。人探しをしてるんです。人探し。ええ。
この子たちです。この館で行方不明になったようなんですが、何か知りませんか？今のやつが何か知ってるようだったんですが、聞き出せなくて。多分この少年たちだと思うが、一度だけこの館に来ているのを見たことがある。しかし死神が絡んでるなら諦めた方がいい。この少年たちはすでに殺されてるはずだ。奴ら死神は自分たちの骸魂に活力を注ぐときや、なくした骸魂に代わる骸魂を作るときに生きた人間の魂を使うんだ。君たちもこれ以上奴らに関わっていると命を失うことになる。帰った方がいい。奴らに殺されてからでは遅いからな。残念だが、この少年たちのことは諦めるんだな。でも、奴はこう言ってましたよ。あなたたちの探している坊やたちは、もうすぐ死ぬ運命なのってね。だから、彼らはまだ生きているはずなんです。すると、どこかに囚われていて、まだ殺されてはいないってことか。そうだと思います。奴ら死神のところへは、どうやって行けばいいのかわかりませんか？行く気なのか？ええ。生きてる限り、助け出さないと。そうか。なら、これを使いな。これは？裏小屋の鍵だ。裏小屋に行けば、死神城につながる部屋がある。そこから行けるようになっている。しかし、生きて帰れる保証はないぜ。わかってます。じゃあ、気をつけてな。今の人は一体？